どうも皆さん集まれ動物の森やっていきたいと思います。第4回目ということでね、ちょっといろいろとお話ししたいことあるんですけども、誰これ、誰か来てるぞこれ。たぬきさんよろしく。来た。豆吉のはい、ありがとうございます初めてだ。買い取りボックスも初めて利用させていただきました。夢見ほっぴすごい。これね、買ったやつね、アウトドアハットなんだけどね。そうこれもね、プレゼント、パチンコに取ったプレゼントに入ってたんでかぶっちゃいましたね。マイホーム増築おめでとうございます。増築者お祝いの品をプレゼントさせていただきます。新生活に電化製品を役立ててください。夢見がまた来てくれた。素敵な夢をご提供ください誠にありがとうございます。俺の気持ちやったー。おいでね皆さん、こんなことになってんですよなんでかっていうと、これからですね、博物館にですねアイテムをどんどん寄贈していかないといけないんですよ。おっきくなって、おうちおっきくなってる。広くなりましたな。収納も増えたということでいいのでしょうか。このソフトクリームとかももらったの。これゆうたろうですね。洗濯機やっぱり水間の近くがいいんじゃないかということでね。もうじゃあこれいらなくなるのか。わーい、うーさん夜行性だからね。立派ですね。寄贈だ。アゲハチはもう寄贈したってこと。フナも寄贈して、銀ヤンも寄贈。ローラン、床に敷くラグを売るお仕事、はるばる来たです、遠くから。ラグの3サイズ。不思議な壁紙、床がある。買うですか。不思議な、壁紙、ありがとう。これめっちゃよくないかこれ。買ったちょっとうちの前飾るわ。もう終わる。ここでポケットがいっぱいになった。寄贈できた。お金にならねえ。次は化石の鑑定だな。意外と早く済んだ。もうちょっとすげえ手間かかるかと思ってたんで。あと化石だけだね。やったね。うわーもう最高。あとは。わーい。装備。一緒かな。何度見てもだな。かぶり1個だけだったね。よし、じゃあ博物館見学しましょうかね。何かマイルもらえるな。化石。ありがとうございます。いいな、片言。Thank you。何引換券って。またもらったよ。夢のベル引換券、ローランの引換券、なんだろうね。集めときゃいいんだよな。いやー、これで収納もガラガラに飽きましたからね。好きなだけガンガンに入れとけるわけだから、このあたりもちょっと敷いていきたいね。壁とか変えていきたいね。さっきそれやっちゃうか。横向き。なるほどね。で、オーバーテクノロジーな壁。なるほどね。で、これがなるほど。L サイズでよかったな。花子座いいな。オーバーテクノロジーの壁もいいね。ローランなかなかいいの持ってくるじゃん。そういや、焚き火高く売れるっつったな。もらおう。橋立てたと思うんですよ。橋をね、立てるっつってね。その後ね、たぬきさんに、もうできてる。これがね、できてた。たぬきさん、ご制約してる。誰だ？ケチャップ様とは誰ぞ？そう。家をね、3つ、建ててくれってことでもらったのよ。たぬきちからね、話しかけてた。夜しかもいい時間にね。で、3つ場所決めて、ここだけね全部揃ったのよ。家具、外の家具と中の家具も。であと、2箇所まだ揃ってなくて、村人のまだ決まってないんでしょうね。だからそれのためにね、これさくらんぼがね必要なの。さくらんぼ使ったなんか家具とか、なんかその辺を揃えてくれみたいなことで、実はですね無人島の方にね出かけた時にですね、ちょっと可愛い村人見つけてね、それちょっと動画撮ってたか撮ってなかったかちょっと忘れちゃったんだけど、レア村人というかなんかそんなのがねいた気がしたんだよな。一応だから声はかけたんですよ。うち来ませんかっつって。でも今見たところ名前が違うんだよな。さっきの制約済みとかあったでしょ。名前が違うんだよね。粘土集めに行かないといけないんだけど、これはやっぱりマイル使っていくしかないか。うち石がないんですよね。潰しちゃって。あらめっちゃ家でかくなってない？え？おうおう、ちょい寝てんだな今この時間のすればガブニー見に行くわ。ガブニーも家になってるじゃん。寝てんのかな。おいガブ、起きてる起きてる。やっぱり活動時間帯で全然違いますね、ガブとちょいで。もういい部屋じゃん。うん、おめでとうよかったね。作業台もあるじゃん。その新しい住民ね、その無人島で見つけてきた住民が確か、象系の、象の子で、名をね、なんか、なんだっけな、白い感じの象の女の子。なんか調べたところ結構人気。今日初のたぬきちさんの家。ここはどこになるの？事務所になるの？たぬき開発の事務所っていう立ち位置で OK か？おっと、喋り、スタート。なんと、タヌポート、今回のマイルを150もくれるんですね。これもね、変わるんですよね。日替わりで内容が。ここは一緒ですけどね、これを、まずいただきたいと思います。完全に、シーズンなので、もう次のシーズンまでゲットできないっていうこと考えると、買っといた方がいいんだよ。はい。郵送で届けてくれるから。よし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 。いいよー一応撮ってんだけどな。あんまり撮ったところでってとこあるんだけど。私はね、勝負なので、早く進めないといけないので、ボリュームが多めかもしれませんが、何卒ご了承よろしくお願いします。焦ってんだなと。始めるの遅かったんでね、しょうがないんですよ。まずこの、さくらんぼのスピーカー。あ、これはもう作れるんだな。これ。これも粘土がいるんだよね。合計ですね、8粘土ないと、ミッションコンプリートできないんですよ。で、一つね、皆様、失敗したことがございまして、私はこの石がね、なんとね、潰れてね、なくなってしまうという事態に、実は陥ってしまっております。で、石ないから鉄鉱石を貯められないし、そうそう、それこそ粘土も貯められないし、結構大変な状況ではあるんですよね。でも噂によると、1日1岩増えるとか増えないとかって話があるんで、で、今石を探しに来てるんだけど、ないね。もう、ってことは、行くっきゃないわけよ、無人島に。だからさっきマイル旅行券買ったんで、行きますか。なんか木にね、宝が出ることがあるらしくて、結構揺らした方がいいみたいなんだよね。ココナット、あ、メッセージボトル。これもね、違う。メッセージボトルでレシピかな。で、DIY 番組見てたら、どこかの誰かさんへ、手作り大好きデリーより、丸太の壁掛け時計。あ、いいんじゃん。かっこいいんじゃない？こんな感じでレシピも増やしていくと。海の幸もいただこう。なんか違うもんやっぱあるのかなあ、一緒だ。ソギンチャク。こんにちは。ジンペイさんね。粘土出てこい。鉄鉱石もいいんだけど、粘土出てこい。そうだ。いいね、いいね、いいね。あ、いいね、いいね、いいね。まだ出せるか。もう一発。ダメか。おーしよしよしよし、粘土、おお、そうそう、粘土来い、お願い、粘土来い、おおおお、粘土来い、あ、鉄、粘土来い、うわー、終わったのこれ。でも計8個だから、ひょっとして目標達成でしょうかこれ。あとちょっとアイテム欄がね、いっぱいになるぐらいまでは何かゲットしておきたいと思う。新しいものをゲットしたい。あ、初めて取ったドクターフィッシュだぞ。あら、これは初だな。黄金の魚。おー、これも初めてだ。オイスター。これ取った？いや、取ってない。やったー。無人島の価値はここにあると言っても過言ではないんですから。あ、これも初めて？マジか。おーようやくお金になるものが釣れたよ。あ、でも2匹目、パイク。売れる。寄贈用と売る用とやっぱ分けていかないと。入りまーす。あれ？パイク2つ寄贈できるの？ああ、なるほど。いやー、さくらんぼで作ったランプかわいいなぁと思うので、自分家にも置きたいなぐらいの感じの。よっしゃー、提出。はいはい、揃った。あとは3軒目のこちらを揃えれば、よし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 。なんだろう、家具かな、柵。はい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 。柵のレシピは日替わりでいろんなデザインも並ぶけど、ぜひタヌポートチェック。ああ、わかりました。竹垣、有刺鉄線。借金返済のお時間だ。迷わず全額入れていきますからね。よし。ほら